ちょっと今ですね、商店街にいますけど、あのメルカリのファミリーマートのクーポンがあったんですよ。でこれただでね、201円以上のお買い物すると200円分のポイントが返ってくるということで、せっかくね無料で使えるので9月7日までなので、ちょっとこれを使って201円以上、だけどそんな使いすぎると無駄遣いになっちゃうから250円以内のちょっと休憩がてらにこちら使ってアイス食べてやるなと思っています。ただそれだけです。とりあえずファミマ行きましょう。もうここなんですよ。ファミマ、いつもこれなんですよ。でも200円、いやでも無駄遣いになっちゃうから、安いアイスで食べたことないやつがいいな。絶対美味しいじゃんこんなん、食ったことない。今はちょっとお金に余裕がないから買えないってなると、満足感があって美味しいもの、そして安いもの、これかな。121円、30円だから、もう一つ何か100円ぐらいのものを買いたいと思います。ちょっと無駄遣いになっちゃうな。これ美味しいからこれにします。はい、ということでこの2つ合計240円か。これでクーポンを使おう、押すと必ずレジ前でめくろう、つかこれをめくると使えるというか、使ってきます。メルカリのアプリを開いてこの画面に行ってスライドするとお支払い出るので、お支払いを押すと QR コードが出るのでこれで OK っていう感じでデリゲットしました。こちらですね、明日200ポイントがメルカリにバーンと入るみたいです。なので今回240円ぐらい使ったんですけど、これ200円返ってくるので実質40円でこちらを手に入れたという感じですね。それ誰でもこれ使えるのでね、40円でこれだけもらえるんですよ。メルペイでも実際にコンビニとかでね、そのポイント使って払えたりするので、メルカリで買い物しなくても使える。いただきます。ちょっと最近、ちょっとさっきね図書館にずっといたので、じゃあお昼食べてないんですよ。なんか最近朝がお昼かよく分かんなくなっちゃった。なんか最近ドラえもんを見まくってたんですよ。いや、ほとんどドラえもん見ちゃった。あ、けど昨日寝落ちしたんだ。途中までの昨日寝落ちして見れなかった。これを見ます。待ってみるか。今5時ぐらいなんですけど、あと図書館8時までなんで、残り2時間ちょっとだけ図書館行って本読んでから入ります。うん、エアボーツ1個ない。部屋に置いてきたか。もう1回1個で。あ、繋がった。アップルクリームデニッシュをいただきます。ちょっと甘いもの続きなので口の中が甘々なんですけど、美味しそうなので食べます。めっちゃうまかった。それでは皆さん良い一日を。また明日、バイバイ。